なんていうか、想像以上にダメなエピソードで、そりゃ三枝パイセンも切れ散らかすわ。俺がヒナとアヤに何を許されていないのか、それを聞いたリコの感想がそれだった。あ、そうやってダメな部分を見せつけておいたからこそ、この人には私たちがいないとダメなんだって思わせるムーブなんですね。そういうところは確かにあるかもしれない。というか、冷静に考えてみるとかなりある。レン君って普段はそうでもないけど、ギリギリのところでフラッといなくなりそうなんだよね。そんなつもりはないけど、ヒナとアヤは俺の気づいていないところに気づいている可能性もあって否定しづらい。それはそれとして、卒業した後の話なんだけど。こいつめ、露骨に話を変えてきたな。アヤをなだめつつ、なんか希望とかあるのかなと1年生に話を聞いてみる。とりあえず私は一番楽に合格できそうだから有森受けただけで何も考えてないの。漫画家って生活できるんでしょうか。それに私趣味で描いてるだけですので、お仕事にできる自信がないですね。え、育英って漫画家とかイラストレーターになるつもりじゃないん？その勉強や練習はしていますけどね。わかる。俺も仕事にできるかどうかというとよくわからないけど、多分趣味としてはずっと続けると思う。ただそれをリコが不思議そうな目で見ていた。さ、育英ってもうずっと漫画とか絵描いてたんだし、どうしてもこれで食ってくとかそういうのないの？紙とペンさえあれば。そもそも自己満足のために描いてるものですし。俺よりも割り切ってるな。リコちゃんの考え方はアヤに似てるかな。時間かけて技術を磨いて、その分を役立てたり報われた方がいい、そんな考え方の話だろう。さっきのアヤが胃の痛い様子だったり吐きそうな顔になってたのはこれだ。ヒナに対しての負い目ではなくて、ヒナや俺がこれまで絵にかけてきた時間分報われてほしいと思ってる。私さ、絵とか漫画ってさ、それに向いてる向いてないとかどうやって諦めんのかわかんないんだよね。どういう意味？スポーツだったらさ、向いてる向いてないってわりかしわかるし、でかいとかパワーがあるとか。でも何か作るのっていつかすげえのができるかもしんないって思わない？そういえばリコは中学に上がった頃から背が伸びなくてサッカーをやめたなんて話を聞いていた。そういう納得できる理由を創作活動には求めづらい。確かにね。私なんてアヤと遺伝子もほぼ一緒だし、絵も一緒にやってるのにね。なんでアヤみたいに賞が取れないんだろうとか自分でも不思議だからな。さらりというヒナにアヤがまた地味にいいにダメージを受けていた。え、これ素で言ってんの？怖。リコの反応もわかる。まあ皮肉でもなんでもなく、最近アヤの絵がまたいい感じになってるのは見てて楽しいんだけどね。ヒナはアヤの絵の一番のファンだからな。ふんとヒナが得意げな顔をする。最近調子が良くて絵を描くのは楽しいです。はい。ヒナや俺に付き合ってとか仕方なくとかではなくて、アヤが自分で絵を描きたくて描いてる。それで絵の出来や調子も良くなってるみたいだから良かったと思う。あれ、最初何の話してたんだっけ？レン先輩が七瀬に事務所に誘われたって話からですね。骨就職なさるんですか？今までのいろんなルートをこう見てきた限り、骨就職的なことは毎回してるっぽいけどね。今度バイト募集するタイミングがあるって言うから、そこで紹介はしてもらう予定。デザイン関係は2年からしっかり授業取ってるし興味もある。実際の現場を見られるのも願ったりかなったりだ。バイトの紹介は連敗戦だけな？そもそも私デザイン取ってないし、ソフトも使えないし、特待生だから暇ないんだよね。私もデザインとかの勉強してないから。ヒナは美術品管理とかそういう方の勉強はしてるんだけどな。
ひなは学芸員になるために必要な資格とか、そういう俺はやってない勉強をしてる。これはつまり、彼女の見てないところで他の女と距離が縮まるわけですね。変なスイッチが入った郁恵さん、その後ろですっと人影が現れた。人を泥棒猫みたいに言うんじゃない。遠慮なく持っていたノートで後頭部をスパーンと叩かれていた。そういえば、カツラギデザインでバイト始めたら喫茶店の方はどうするの？ああ、そういえば、あの後七瀬が事務所に連絡したら、交換職というか、ひとまず募集かける前に一度訪ねることになった。七瀬も親との折り合いは良くないけれども、事務所の人たちとは割とうまくやってるみたいだ。ああ、2年になってインターンみたいの始まったらそっち優先って話はもともとしてたから。あ、でも辞めるんじゃなくて卒業までは在籍してて、大変な時に暇だったら手伝ってほしいって感じ。どのみち七瀬のところでバイトを募集するのも今すぐじゃない。それに今年もアン先輩はトッサンとアントワネットでの活動もやるから、文化祭が終わるまでは喫茶店の仕事も続ける予定だ。ん？レン君はこれからデザインとか事務とかそういう方の勉強していく感じ？まあそうだな、もともと2年ではデザインとかそっちの方取ってたし、必要なら増やしてもいいかな。そう言うとアヤは不満というより拗ねた様子でクッションを抱えていた。最近私が絵を描くときにアドバイスとかはしてもらってるけど、レン君が絵を描くの減ってると思います。確かに絵画で入ったのに2年になってからそっちをきちんとできてるとは言えないな。もっと一緒に絵描きたい。あとレン君の絵見たい。ブスーっと拗ねるアヤ。けれどもいつもみたいにヒナが一緒になって俺に抗議してこなかった。ねえレン君、なんで絵を描くの減らしてデザインとかそっちの授業を増やしたの？レン君も今までずっと絵を描いてきたんだし、手を動かさないだけ鈍くなってくのは分かってるよね。ヒナは常々、1日サボると3日分鈍くなると言っている。それに10年以上付き合ってきたアヤが、あ、お姉がガチのやつだと巻き込まれないようにそっとおとなしくなった。菅野先輩との進路とやりたいことを見たからな。俺だってそれなりに考えて授業を選んでいる。興味だけでデザインや管理のコマを増やして絵を減らしているわけじゃない。菅野先輩は自分の創作意欲と将来のビジョンを考え、そして創作する側ではなくビジネスの方に舵を切った。絵も立体も CG も何でもできたけど、有森でやってきたことじゃない道を選んだのは俺にとって驚くことだった。俺は漠然と絵以外にも興味を持っていたけれども、先輩の進路を見てもう一度きちんと考えた。その辺の話をひなとあやにきちんと話した。はあ、レン君がしっかりしてる。お姉ちゃん寂しい、でも好き。真面目な態度が一瞬で崩れて、ひながしおしおと崩れる。どうしたんだひな。そのままもそもそ近づいて俺の足を枕にして転がってくる。アヤは今は絵をやればいいと思うし、レン君も自分の方向性を自分できちんと考えて決めてるでしょ。でも私は絵以外やれないけど、絵じゃうまくやれないって分かってても他にうまくできないと言いますか。んでもね、絵描きが無理なら学芸員になりたいんじゃなかったっけ。そっちの勉強もしてるけど、できることならこのまま絵を描いてたいって話です。はあ。もそりと起き上がってため息をつくひな。思わずその頭を撫でてしまう。あと、それはそれとしまして、ちょっとレン君にお願いがありまして。うん、なんだ？外では私よりもアヤのこと大事にしてくれないかな。ひなの言うその意図が分からなくて首をかしげてしまう。お姉、それどういう意味で言ってる？世間体とか外向きの話、事実とはいえ
堂々と三角関係やってますなんて言う必要もないわけで、彼女扱いはあやで、私は付き合う前みたいな感じにしてほしいなって思って。そう言いながらひながくっついて甘えてくる。それは今さらお姉が私に気を使って自分は身を引くとかそういう話じゃないんだよね。ないよ。ちゃんと蓮くんには手を出した分の責任取ってもらいたいし、手を出させた分も責任取ります。真面目な話しながら密かに俺の匂い嗅ぐのやめてほしいんだけど。あとひながくっついてるのを見て、あやも近づいてきて反対側から寄りかかってきた。でもじゃあなんで私が表向きの彼女の方なの？そこんとこ納得できる理由があるんだよね。うん、割と真面目な理由があるよ。絵の話なんだけどね。譲る譲られるみたいな話ではないと思ったのか、あやが拗ねた態度から聞く姿勢を見せる。今あやって蓮くんと描いてる絵の話したりしてうまくいってるとこあるでしょ？あります。スケジュール管理だけじゃなくて、アドバイスというか相談に乗ってもらっていい感じに絵に反映できてます。はい。だけど私はあんまそういうのないっていうか、蓮くんと考え方は一緒だからね。まあ俺に絵の構成の仕方とか仕込んだのはひなだからな。会ってない間に変わった部分とかもあるけれど、俺の絵の根っこはひなだ。でもってひなとあやはなんだかんだで近いところがあるから、そこでもお互いの発展性は薄い。そこが俺という要素を加えて変化が出る出ないの差だと思う。ここで逆に私が表向きは彼女で、あやは今まで通りとかにすると変な気の使い方しそうだなって思って。外ではお姉が彼女なんだからとか考え出したら気にするね。それで調子を落としてももったいないし、あと気にされる方が面倒だから、あやが遠慮しないでいい彼女役。オッケー？だけどそれでお姉が遠慮してるなって思うと私が気にしちゃうんだけど。そこは人のいないとこでは普通に甘えるし、匂いも嗅ぐし、吸ったりくっついたりするから大丈夫。俺は猫か何かか？その言葉に返事が来なかった。どうしても気にするって言うなら、外じゃないとこで私が独り占めする時間を増やしてくれてもいいよ。それは後で相談ってことで。あ、いやそうじゃなくて、それってどうしても必要？付き合うようになってからそんな困ったことないよね。というか周りも今まで通りみたいに思ってない？何か起きてからじゃ遅いし、今まで通りって思ってるなら今のうちにどうにかしておいた方がよくない？まあ確かに、お姉の言うこともわかる。しぶしぶというのをあやは全く隠さない。三角関係だって噂で外からごちゃごちゃ言われないようにしようって話だもんね。ところで俺の意思は？わざと聞かないでおいてあげたんだけど。あ、これ何も言わずに素直に従ってたらよかったやつだ。それとも外でどっちを恋人にするか蓮くんが決める？私はそれでもいいよ。ひなとあやはこれから3人で一緒にいることを望んでくれてるし、俺も望んでるけれど、それはそれとして。こんな状況によくもしてくれたな、この優柔不断男め。惚れた弱みだっていうのは分かってるけど、たまにはこのくらい聞いてもいいよね。返事に困っていると反対側のあやがぐっと俺を引き寄せて抱きしめてくる。大丈夫だよ、あんな意地悪言うお姉からは私が守ってあげるからね。あや、あの胸、得意げなあやだけど俺の顔が完全に胸に押し付けられて柔らかい、いい匂い、気まずい。一緒に寝るときにあれだけ触ってたのにまだ照れるんだ。それはそうだよ。ま、そういう感じでいいかな。俺から体を離し真横で正座をするひな。思うところはあるようだけれど、あやは何も言わない。
俺はアヤ以上に人前で態度変えたりとかそういうのできないぞ。レン君にその辺期待してないので。はっきりそう言われたことは少しショックだった。